を設けております。本日はこの震度計が30メートルから30先行の様子お分かりいただけましたでしょうか。あっという間ではございましたが、前方のテレビは懐中の映像になりました。その間にモグリンの紹介をさせていただきます。このモグリンは三菱しばらくお待ちくださいませ。本線は電池駆動になりまして、大型トラックに使われておりますバッテリー524本より5箇所の空間を動かしまして海中を移動しております。本船は炭酸ガスを吸収し酸素を補給しておりますので、マグリンの船内では3日間は快適にお過ごしいただくことができます。もうしばらくいたしますと、お魚たちが集まりますポイントへ近づいてまいります。そちらではシャコガイやイソギンチャクもご覧になれるかと思います。はい、またカメラをお持ちのお客様で撮影なさるお客様ですが、なるべくフラッシュをたかずにお願いいたします。フラッシュをたいてしまいますと、窓に反射して映らない可能性がございますので、なるべくフラッシュをたかずにお願いいたします。もし自動的にフラッシュが抱えてしまう場合には、レンズをお窓にぴったりくっつけて撮影してください。はい、ただいまの水深27メートルでございます。こちらではいろいろなお魚などをご覧になれるかと思います。はい、先ほどより皆様の窓から見えてまいりました青白い尻尾の方に斑点のあるお魚なんですが、こちらは沖縄県の方言でブルクンと申します。はい、本土では高砂と呼ばれているそうです。このブルクンというお魚、本当の色は赤っぽい色をしておりますが、この深さまで参りますと変色して見えてしまうんですね。はい、またマンゴーのようなお魚も見えてまいりました。こちらがツバメ魚と申します。ツバメとは似ても似つかないかもしれません。なぜツバメ魚と申しますかと言いますと、このお魚は泳いでる姿が下から見るとツバメが飛んでるように見えるからそう名付けられたそうです。はい、まためったに見られないお魚やウミガメなども見るかと思います。本日のこの便はいかがでしょうか。またツノガシやカタタテガイなども見られるかと思います。はい、黒っぽいお魚、こちらは黒ヘビと申します。また白と黒の縞模様のお魚、こちらが縦縞ヤッコと申します。尻尾が長いのがオスでして、短いのがメスです。
生き物は自分で体温の調整ができないために自分の体温によった海水を選びながら生息しております。大きいのがいるよね。おー、でかいの。しますと約時速4キロとなります。先ほどから皆様がお覗きになっておりますお窓、こちらはアクリル製で厚さが9センチ直径60センチのこの窓、1枚あたりのお値段はいくらだと思いますか？はい、このお窓1枚あたりのお値段ですが、なんと300万円いたします。このお窓は全部で20枚ございまして、前方の操縦席の前にあります大きな窓は1枚で500万円するそうです。このモグリン号にかかりました走行費用ですが、約6億円と伺っております。お窓の実物大がモグリンの受付事務所に展示されておりますので、お帰りの際にご覧ください。はい、少しずつ外周が見てまいりました。先ほどご覧いただきました前の岬、あの岬も大昔はご覧のような海中にございました。このような岩礁が長い年月を経まして、少しずつ隆起いたしまして、あのような岬になっているんです。岩礁のところどころにいろいろなサンゴがご覧になれるかと思います。大まかに分けますと、白い縁取りをしたキノコのような形をしたサンゴ、こちらはキサンゴと申します。また脳みそのような形をした脳サンゴ、キャベツのような形をした琉球キッカサンゴ、また平たく広がっておりますテーブルサンゴ、
枝状に広がっております緑石サンゴ、このような形に分けられます。この海底には200種以上の海藻サンゴが確認されているそうです。またサンゴの間に小さなお魚たちも隠れているかと思います。どうぞお探しになってみてください。この前田岬の海底にも海洋博以前には至る所に大変きれいなサンゴが見られたそうですが、その後の農地開拓やリゾート開発であります 赤土の流出、そしてご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、この沖縄にはサンゴを食べてしまいますオニヒトデが異常発生いたしまして、この海底のサンゴも一時は絶滅しかけておりました。しかしその後